ご視聴ありがとうございます。今話題沸騰中のアプリアグレットの始め方について、この動画ではアプリの初期設定から最初のリワードを獲得するところまでを解説していきます。残念ながらまだ日本語には対応してないんですが、英語の説明読むの無理っていう人にも安心してもらえるように解説していきますね。ちゃんと読んでいないと損しちゃうことがあるかもしれないので、実際のアプリ画像を見ながら順番に確認していきましょう。ではアプリをダウンロードして開始していきましょう。最初の文はアプリの概要が書かれているだけなので、どんどん次へ進めて大丈夫です。赤丸の NEXT 次へを押して進めていってください。それでは赤枠のところを押してスタートです。さてここでいきなり最初の靴を選びます。3つの初期スニーカーの中から選ぶことになります。どれでもタップしてもらえばわかるんですけど、この赤枠のところね、一応多少違いはあるんですが、少し進めればすぐにこれよりレベルの高い靴が手に入るので、まずはどれでも OK です。好きなものを選びましょう。どれにするか決めたら赤枠のところをタップしてください。これでいいですかと聞かれますので、良ければイエス、はいを選んで進んでください。スニーカーの箱が出ますので、ダブルタップで箱を開きましょう。次にフリックで中身を見ます。先ほど選んだスニーカーですね、この一足が最初の相棒になります。 NEXT 次へを押してください。次はアバターの設定です。このアバターでは服や肌の色、それから顔の表情なんかも変えることができます。帽子もありますね。同じアイテムをもう一度タップすると取り外すことができます。最初からアイテムはいくつか選べるんですが、進めていくうちにアイテムも増えていくみたいです。それから一応ね、性別も選べるんですが、あんまり見た目変わらないですね。私のはこんな感じ、アグコと名付けて可愛がっていきたいと思います。アバターを決めたら右上のチェックマークをタップしてください。アバターはプロフィール画面からいつでも変更できますので、ここもあまり気にせず進めましょう。次の画面もゲームの概要になりますので、どんどん次へ進めて大丈夫です。赤丸の NEXT を押して進めていってください。さてここでようやくアカウント登録の画面になります。赤丸のプライバシーポリシーへの同意にチェックを入れて、お好きな方法でアカウント登録をしてください。これは E メールで登録の例ですが、ユーザー名には好きな名前を付けられます。他の人がまだ登録していない名前であれば OK です。NEXT 次へを押した時にこのようなエラー画面が出てしまう時は、もうその名前が他の人に使われてしまっているので、別の名前で試してみてください。さて次に大事なのがこの招待コードですね。招待コードを入力して登録すると、招待する側とされる側両方の人が1万歩行を達成した時にそれぞれに1000アグレットがもらえます。これ入れておかないと損なのでね、忘れずに入力するようにしてください。もうお知り合いから招待されている方はいいんですけど、私招待コード持ってないっていう人がもしいらっしゃったら、よければ私の招待コードご自由にお使いください。概要欄にも記載していますので、コピーなどでご利用くださいね。招待コードを入力したら NEXT 次へを押してください。このような画面になれば OK です。招待コードがいっぱいの場合には別のコードを試してみてください。次へ進みます。さてこれが最後の設定です。ご覧のそれぞれのボタンをタップするとオンオフの設定画面に移ります。フィットネスと動機のみ必須ですが、それ以外はご自身の都合に合わせて設定してください。通知位置情報に関して後ほど注意点お話ししますが、特に位置情報は常にオンにしているとバッテリーの減りが早いので、そこだけ注意してください。次へ進みます。全部の項目をオンや許可にしていないとこういう画面が出るんですけど、気にせず進んで大丈夫です。上ではなく下の方を押して進めてください。これで初期設定は完了です。お疲れ様でした。こういうね、細かい画面になるかもしれませんが、お天気と靴の関係などについて書かれています。そのあたりはね、後半で実際に使いながら見ていきましょう。さあまずは画面の見方に慣れていきましょう。最初にExplorerメインのマップ画面ですね。
結構細かく地名などが表示されているのでモザイクでごめんなさい。使い勝手はポケモン GO とかと同じですね。真ん中にアバターで自分の位置が表示されています。周りにあるのがトレジャースタッシュという場所、アグレットやゴールドアグレットがもらえるチェックポイントのようなところです。それからね、残念ながらうちの近くにはなかったんですが、リペアステーションやデッドストックステーションといって靴の修理ができるスポットもあります。スカイツリーに一つありましたね。現状の課題としてはリペアやデッドストックステーションがまだまだ少ないみたいなんですよね。日本ではこのアプリ流行りだしたばっかりですからね、少しずつ増えてはいるそうなので今後に期待したいと思います。さてマップに戻りまして、下に表示されているのがスニーカーの耐久値です。そこをタップすると出てくるのがウェア画面、現在の各種ステータスが確認できる画面です。このゲームは天気などに合わせて靴を選ぶことが大切になってきます。スニーカーのステータスや現在の天気、そして自分の獲得アグレットなどのステータスです。かなり細かくいろいろあるんですけど、実際に使いながら慣れていきましょう。ではいよいよ実際に歩いてみましょうか。まずは一番近くのトレジャーまで歩いてみてください。実際にトレジャーに近づくと、このようにトレジャーを開放できますよというような表示が出ます。タップするとアグレットが獲得できます。ゴールドアグレットがね出ることもあるようです。それからトレジャースタッシュを開いた後で靴のステータスを見てみると、天気ボーナスに加えて5倍のブーストがかかっていました。このように天気に合わせた靴でもらう天気ボーナス、そしてトレジャーのブーストを掛け合わせて獲得ボーナスを増やした状態で歩くことがたくさんアグレットを稼ぐコツになります。とここで最初の設定で位置情報をアプリの使用中のみオンにしていると、このようなアラートがたびたび表示されるんですよね。まあ、内容としてはせっかく歩いた分ロスしてますよとか、位置情報を常にオンにすればもっとブーストがかかりますよ、ステーションやトレジャーを利用できますよといったことが書かれています。靴と天気との相性でブーストが決まったり、各スポットの発見や通知などそれらがリアルタイムに反映できなくなっちゃいますよという趣旨だと思いますので、まあ歩いてるとき使ってるときだけでいいよという方はそのままでも問題ありませんが、追加情報です。トレジャーが少なくてお困りの方へ朗報です。動画作ってる最中に知ったのでね、話が前後しちゃってすみません。日本ではつい最近アグレットが流行りだしたので、まだトレジャースタッシュがかなり少ないんですが、お住まいの地域を歩いているとアプリがそれを認識して1日から2日後ぐらいに自動的に出現するそうなんですね。そのためにはね、さすがに位置情報のオンが必要なはずですので、しばらくは常にオンでご自身のルート歩いてみてもいいかもしれません。さて話を戻しまして、このアラートを無視して続けたい場合には右上のバツ印を押して戻ってください。ではウォーキングに戻りましょう。2つ目のトレジャーを目指してみます。歩いているとトレジャーに近づいた時に通知が来ました。これは位置情報を常にオンにしている場合のメリットですね。この機能は確かに便利ですよね。2個目のトレジャーも開けてみましょう。ここで初めてのリワードスニーカーをゲットしました。早速中見てみましょう。ここもリワードスニーカーについてのおしゃれな説明文だけですので、どんどん次へ進めて大丈夫です。最初のリワードなんでしょうかね。お、ニューバランスですね。色かわいいですね。これ結構好みだな。このように歩いた歩数に応じてリワードのスニーカーがもらえる仕組みです。最大ではね、2000万歩までありますね。今回私の場合、近所の2つのトレジャーを回って、またぐるっと帰宅するまでで2600歩ほど、20分ほどの散歩で達成できました。もちろん歩幅や、ね、スピードによって変わってきますが、参考にしてみてください。現状ね、トレジャーやステーションが近くに少なすぎるっていう方も多いみたいなんですが、やはり基本は歩数でアグレットやリワードを稼いでいくのがメインになってくると思いますので、一緒に頑張って歩いていきましょう。このチャンネルでは今後もアグレットの解説をしていきます。ぜひ一緒にアグレット習慣続けていきましょう。それでは最後までご視聴ありがとうございました。
ユーザー名もアグコにすっか。アグコ使われてる。世界のどこかにもう一人のアグコが。 AG だけならいけるな。よし、これでユーザー名もアグコになりました。